7月9日茨城県牛久運動公園野球場、この日茨城アストロプラネッツと埼玉武蔵ヒートベアーズの公式戦が行われました。あ、はい、グッドニュースの話になるんですけれども、グッドニュースがもう知ってる人いますか？アルバレス選手、見事昨日ソフトバンクから電話ありまして契約が決まりました。おめでとうございます。おお、すごい。アルバレス選手から仲間たちへのメッセージ。ese sueño de jugar en PB, de jugar en grandes ligas, pero solamente es esforzarse y pensar siempre que sí van a poder. 自分みたいあのドリーム夢そういう気持ちあのずっと思ってて、それはあなたたちもあの全員できる、もっともっとあのチャレンジ、もっともっとあのジャパニーズリーグを持って MPB 絶対いけるから、そういう気持ちであの皆さんあのしてください。はい。そして選手みんなでアルバレス選手を胴上げ。だから皆さんの人生も今ここかもしれないけど、でもやっぱりまだまだ自己投資をして、なんていうの、屈伸をしっかり決めてね、下に下がって次ジャンプできる、ね、ここで現状維持をしようとしても絶対飛べないから高くは。ね、あの高く飛ぶためにチャレンジしてください。ダリース良かったですよね。そうですね、めっちゃすごく良かったよ、うん、素晴らしい、うん、やっぱりジャパニーズドリームできました。良、うん、かった、嬉しいですよ、ね、よかった、嬉しいだけじゃなくてあの、うん、やっぱり人生あのハングリー、うん、あの泣き持ちしないと、うん、あのいいことにならないし、うん、あのダリエルみたいなスタイル考え方が、まあ、日本人の選手がそういうチャレンジすればいいかなと、楽しいかなと思ってます。はい。なあ、かまま。嬉しいやね。嬉しいよ、ハッピーですよ。めちゃめちゃハッピー。まあ今日もか、ね、この勢いで。今日この気持ちで強化したい。vamos。vamos。vamos。OK。はい、ありがとうございます。Amigo。Amigo。Gamba Pay, my friend Seno. Today is for us. Jose, today. まあでもそれだけの希望を残してくれたんで、ダリエルは、うん、僕らに、うん、まあ、それを逃す手はないですよね。そうね、頑張ります。頑張って、はい、あ、先輩後輩のアベックホームランとか見たいな。前回の武蔵戦全部こいつで終わったから俺何もチャンスなかった。頑張ります、優勝で、はい、頑張ってください。ゴーゴープラネッツ。ああ、いいね。今日は学校法人沼田学園特別協賛試合、拾えば街が好きになる運動が行われ、茨城アストロプラネッツからも選手が球場のゴミ拾いに参加しました。拾えば街が好きになる運動を、茨城アストロプラネッツの選手たちと一緒に、牛久で開催してます。もうやっぱり茨城県これからお世話になるんで、はい、やっぱしっかり綺麗にしていきたいと思います、はい、牛久球場は1年目からお世話になっているのであの恩返しのつもりでピカピカにしようと思います。お、頼もしい。ありがとうございます。お願いします。いつも牛久お世話になってるんで、今日は綺麗にして恩返ししたいと思います。お、まずゴミ拾い頑張ります。頑張ってくださいね。運拾います。選手たちも参加者の皆さんと一緒にゴミ拾い。拾ったゴミはちゃんと分別。ゴーゴープラネッツ。ゴーゴープラネッツ。ゴーゴープラネッツ。一芸投手です。今日はそうですね、また勝ちの方が遠のいているので、うん、まあ、とりあえず勝ちたいっていう気持ちですね、うん、はい、調子の方は、まあ、全然悪くはないです、うん、もっと上がってもう自分の中でももっといける自信もあるので、
なので今日はできるだけ失点をなくしてでチームにいい流れを持っていけたらなと思ってます。やっぱりセサルも抜けたということで、うん、やっぱり抜けた穴じゃないですけど、うん、まあそれ以上な結果を出して、勝てればなと思ってます。球場では沼田学園の生徒さんによる AED 講習会が行われ、選手も体験させていただきました。茨城アストロプラネッツ対埼玉武蔵ヒートベアーズ、いよいよプレイボールです。学生の皆さんの花道で選手が飛び出しました。茨城の先発は市毛高宗投手。1回、埼玉の攻撃。きっちり0点で抑える立ち上がり。2回、茨城の攻撃。この回先頭は4番カブレラ。ライト前ヒットで出塁。続く5番滝上。ライト前ヒット。ワンアウトになってランナー2、3塁。このチャンスに7番寺島。打った、大きいぞ。センター右へタイムリーツーベースヒット。2点を先制しました。そして8番池田。センターへタイムリーヒット。寺島ナイスランで3点目。1点を返され、4回埼玉の攻撃。ツーアウトながらランナー2、3塁、一打同点のピンチ。センターオーバーのタイムリースリーベースヒット。同点にされました。そしてレフトへうまく運ばれ逆転。5回埼玉の攻撃。ヒット2本を打たれノーアウト1、2塁。ここで市毛に代わって矢作陽一郎投手がマウンドへ。内野フライでワンアウト。そして内野安打で満塁の場面。ライト大橋ナイスキャッチ。犠牲フライで3対5。ここは踏ん張ってスリーアウトチェンジ。5回茨城の攻撃。先頭の上田がフォアボールで出塁。2番宮谷。レフト前ヒット。上田の好走塁でノーアウト1、3塁。続く瀬能はセカンドゴロ。その間に1点返しました。ランナー2塁に置いて4番カブレラ。カウント2-2から弾丸ライナーでライトスタンドへ。逆転ツーランホームラン。カブレラ選手、今シーズン第2号のホームランでございました。7対5で迎えた6回、茨城の攻撃。ツーアウトでランナー2、3塁。このチャンスに前の打席ホームランの4番カブレラ。
打った、レフト線ギリギリのタイムリーツーベースヒット。さらに2点追加。8回埼玉の攻撃、7回途中からマウンドは坂田正人投手。三振、三振、そしてピッチャーゴロ、3人をプシャリ。最終回の埼玉、2点差に追いつかれ、ツーアウト一塁の場面、ストレートで三振、ゲームセット。茨城ストロプラネッツが勝ちました。勝利投手賞は矢作投手、そして MVP 賞はラモン・カブレラ選手に贈られました。沼田学園の生徒の皆様と記念撮影、今日はたくさん盛り上げていただき本当にありがとうございました。カブレラさん、ナイスバッティング。 Thank you。 おい、バイバイ。勝利おめでとうございます。 Thank you。 うん、嬉しいですね。嬉しい、もちろん、うん、勝てる時によって嬉しい、うん、全員嬉しい、カメラももう嬉しい。嬉しい、みんな頑張ってますね。みんなよく頑張ってました。うん、もう明日も、明日も勝ちたい。明日もウィン、うん、明日もウィン、ウィン、明日もウィン、ウィン、ウィン、ウィン。ありがとうございました、お疲れさ。お疲れ様。さあ、どうぞ。かっこよかったじゃないですか。ありがとうございます。はい、いいとこで、ね、バンバン抑えてないですか。いやー、まあ、最近ね、ずっと悪かったんで、はい、ちょっと安心してます、今日は。はい、8回良かったですね。そうっすね。三振三振、ピッチャーゴロ。いいところで投げさせてもらってたんで、今日も。まあ、なんとかちょっと期待に応えようと思って、うん、頑張りました。7月ちょっと連戦続くんで、うん、またみんな応援してください。はい、ありがとうございました。本当力になるんで。はい、お願いします。お疲れです。ありがとうございます。まあ、もっと一月さんをうまくリードできたかなと、うん、毎回やっぱやられ方が一月さん一緒なので、もうちょっとうまくリードしてあげたいなと。やっぱこのままやっぱ一月さんの人生もあるんで、そこはちゃんと配球してあげたいなと思います。まあ、僕と組むと相性いいピッチャーが結構多いので、うん、頑張りたいと思います。引き続き明日も頑張ってくださいね。明日早いんで、はい、そうです、はい。まあ、出たら頑張ります。出ましょう、出ましょう、イケ、はい、ちゃん出ましょう、頑張ります、はい、出ましょう。お疲れさまでした。お疲れさ。これで15勝17敗4引き分け、この調子だ。ゴーゴープラネッツ。もう一度じっくり見たい方は応援 .tv をチェック。この試合は茨城アストロプラネッツの公式 YouTube チャンネルでもご覧いただけます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。